つも BTS ルームをご視聴いただきありがとうございます。7人全員が仲がいいことでも有名な BTS、 様々なコンビ名もあり、それぞれアーミーに愛されていますよね。今回はそんなコンビを4組紹介いたしますので、ぜひご覧ください。BTS のメンバーたちはそれぞれが個性を持っており、魅力にあふれています。中でも最年長でワールドワイドハンサムと名高いジンと、容姿端麗で世界一美しい顔ランキングで1位を獲得しているテテの2人は、ハンサムな見た目はもちろんですが、遊び心を持ち合わせている性格なので、お互いが気負わずにふざけてじゃれ合っている仲良しの姿がよく見られますよね。そんなお二人は合わせてテテジンカップルと呼ばれています。仲良しがゆえに喧嘩したりもありますが、キスの噂もあり、ガチカップルとの声も多く聞こえてきます。そこで今回は BTS テテジンの喧嘩や仲良しエピソードについて、またキスの噂などを総まとめしていきたいと思います。 BTS テテジンの喧嘩とは、 BTS の秘密兵器として3オクターブの音域を持ち、海外からも評価の高いテテ。韓国テグ広域市出身、身長 179cm、 本名キムテヒョンは世界で最もハンサムな顔100人で1位を獲得しています。音楽評論家からシルバーボイスと称賛されるほどの歌声を持つジン。韓国キョンギドカチョン市出身、身長 179cm、 本名キムソクジン。2018年には韓国の有名アイドルランキングで11位にランクインしました。テテとジンはとても仲が良く、2人が無邪気にじゃれ合う姿は面白くて愛らしくもあり、見ているファンも癒されるのですが、そんな2人が大喧嘩したとの噂があるようなので調べてみました。2018年に YouTube で公開された BTS Burn the Stage で、映像の中に2人が喧嘩している様子がありました。さすがに取っ組み合いの喧嘩ではありませんが、2人がかなり言い合いになっている喧嘩の様子が映っています。この動画は2017年、ソウルを最初にワールドツアーの裏側を映像にして公開されたものです。2人が喧嘩したのはアメリカニューアーク公演のリハーサルで、本番前メンバーたちが最終確認している時です。テテがダンスの位置の移動について、もう少しだけ早く移動をしてほしいとジンに頼みますが、ジンは僕はできる限り早く移動しているのにどうして文句を言うの？とテテに言い返しました。お互いの意見を譲らない2人を見てメンバーが仲裁に入り、本番の10分前にジンは冗談だと思った、僕が子供じみていた、ごめんとテテに謝ります。しかしテテは下を向いたままジンと目を合わせずに、仲直りすることなく本番を迎えることになりました。その後コンサートは無事に終えてホテルに戻り、メンバー全員で話し合ったといいます。そしてお互いに素直な気持ちを打ち明け、2人は和解をすることができました。仲直りしてからは表情も柔らかくなり、いつも通りのテテジンに戻っています。何か起きた時はどんなに疲れていても必ずその日のうちに解決するという BTS。 韓国では家族や友達、メンバーなど絆というものを非常に大事にする風習があります。こういった韓国の深い絆で団結する姿に魅力を感じ、人気が高まる要因の一つかもしれませんね。 BTS テテジンの仲良しエピソード。時には喧嘩もするテテジンですが、本当はものすごく仲良しな2人。2017年末に放送された KBS 歌謡祭でジンが司会を務めた際、最後に一言言わせてくださいとテテに誕生日のお祝いコメントをしていました。ジンは明日誕生日の V でヒョン、ヒョンはとても愛してるよとお得意のキスを添えてメッセージを送ったといいます。
てては嬉しそうに笑い、感動して泣いた素振りを見せていました。何年経ってもメンバーの誕生日をお祝いするなど、思いやりがあって優しいジン。そんなジンのことを、テテはよく面倒を見てくれて、細かい配慮ができるジン兄さんのことが一番好き、と答えています。他にも、誕生日つながりのエピソードがもう一つあります。12月4日が誕生日のジンは、前日の夜からお祝いのメッセージが来るかもしれないと待っていましたが、思ったより連絡が来なくてがっかりしていました。そのことをメンバーに伝えると、テテがすぐに動きます。パクソジュンさんなど自分の仲良くしている友人に、今日はジンの誕生日だからお祝いメッセージ動画を送ってほしいとお願いし、その動画をジンに送ったといいます。この動画はフトンキックという曲のダンスの振り付けです。映像の角度的に実際にキスをしているようにも見えますが、ダンスの振り付けということでキスする真似をしているだけのようですね。しかしだるまさんが転んだをしている時に、テテがジンの方にキスをするという一幕が、かわいすぎます。 BTS テテジンのお揃いは、仲良しのテテジン、お揃いのものがいくつかあるようなので調査してみたいと思います。まずはペアルックを見てみましょう。ペアルックかよ、似すぎだよ。髪の色も一緒だし、王道イケメンのワールドワイドハンサムと中毒性のある中性的ハンサムだね。グクミンに負けず劣らず、テテジンは私服も衣装も共有しすぎ、最高です。ペアルックをすると2人ともよく似ていますよね。2人のお揃いはまだまだあります。はあ、相変わらず美、お揃いなの？堂々と宣言なの？パーカーやカメラ、ブレスレットなどもお揃いのようですね。パーカーに関しては2017年ウィンズツアーのバンコク公演を終えて帰国した時に、2人は茶色のセットアップを着ていたということです。ほら、またテテジン出してくる。なんなの、なんでお揃いなの。まとめ、今回は BTS テテジンの喧嘩や仲良しエピソードについて、またキスの噂などを総まとめしてみました。テテとジンはアメリカ公演の本番直前に言い合いになり、ピリピリした楽屋の様子が動画に投稿されていましたね。けれどもコンサートが終わり、メンバー全員集まって話し合い、最終的に2人は仲直りしていました。仲良しエピソードについては、ジンがテテに対して誕生日メッセージを投げかけたり、ジンの誕生日を大切にしているテテの優しい一面が見れたりと、お互いの誕生日を思いやる姿が見れました。キスの噂はフトンキックという曲の振り付けでキスをしている振りだったようですが、だるまさんが転んだの企画でジンの方にテテがキスしているものを発見しました。仲がいいからこそならではのものばかりです。 BTS ファンお墨付きのテテジンカップル、これからも本当の兄弟のように仲のいい関係を築いていってほしいですね。続いての動画をご覧ください。BTS はメンバーがとても仲がいいことで有名なグループですが、特に仲の良い組み合わせのカップルについてはファンの間で固有の呼び方があるのをご存知でしょうか。天真爛漫なテテと一見クールなシュガは対照的ですが、人気のコンビです。常にスキンシップを取ったり大騒ぎをしているわけではありませんが、2人だけの決まり事があり、その姿を見るとアーミーはとても幸せな気持ちになります。一体どんな決まり事があるのでしょうか。早速まとめてみました。敵カップルとは、世界で最もハンサムな顔100人で1位となったテテとリードラッパーであり作詞作曲も手掛けるシュガのコンビはテギと呼ばれることが多く、
他にも同じテグ広域市出身ということでテグボーイズとも言われています。テテは1995年12月30日生まれで、シュガは1993年3月9日生まれなので2学年差です。テテは人懐っこい性格で交友関係が広く、日本でも人気となった韓流ドラマイテオンクラスの主演を務めたパクソジュンさんとも仲がいいのは有名です。天真爛漫で4次元と言われる不思議な性格であるため、メンバーやアーミーからは5歳児と呼ばれています。対してシュガは生まれ変わったら医師になりたいという願望を持つ少し脱力系な性格で、寝ることが好きなのでアーミーからは G と呼ばれています。二人は孫とおじいちゃんのような関係と言われており、テテがシュガに絡み、シュガは困りながらもテテの要求に応えてあげている姿がよく見かけられます。そんな性格が正反対と思われる二人は、当初はあまり接点がありませんでしたが、2017年にブライブのボンボヤージュシーズン2でハワイ旅行に行ったことがきっかけで、一気に2人の距離が縮まります。デギカップルの仲良しエピソード。デビューして間もない頃、ケーキの両側をメンバーみんなで消そうとした時に、テテが乗り遅れてしまい一人だけ参加できない場面がありました。そのことに気がついたシュガは、その後テテの顔の前にろうそくに見立てた人差し指を出し、ろうそくを消させてあげました。テギの大好きなエピソード。テテがろうそくを消せてないことに気づいて、手でろうそくを作ってあげてたユンちゃん、何回見てもいい。ユンちゃんの優しさが伝わるね。またテテはシュガのラップやジェスチャーが素晴らしくて大好きだということをデビューしたての頃から言っており、リスペクトしています。2018年に公開されたフールの We Love BTS 原宿スイーツパーティー編というオリジナル番組でも、テテはこの世界でシュガヒョンのラップが一番好きですと言っていますし、サイファー BT さんのシュガのラップをテテがソロステージで披露もしています。テテはシュガのラップを尊敬していて憧れているのです。ラン BTS の EP113 では企画でシュガがテテを担いでリンボーをくぐったり、逆にテテがシュガを担いでリンボーをくぐる様子が映し出されており、仲の良い姿を見ることができます。テギエピソードが感動的。冷静なシュガは塩対応をすることが多いのですが、テテには甘い一面を見せることがたびたびあります。テギカップルはテテがシュガに絡みに行って、シュガが嫌な顔をしながらもテテの要望に応えてあげるパターンが多いのが特徴で、ファンミーティングではテテにハグをされそうになり嫌がる素振りを見せるシュガが、最後にはハグを受け入れてあげるザ・ツンデレな姿も見ることができます。ラン BTS EP112 ではチーム分けをする際に、テテがすぐさまシュガのところにハグをしに行き、シュガが嫌がりながらも嬉しそうな姿を見せています。何もしたくないというシュガは、来世は石になりたいと言ってますが、メンバーに向けて詩を書いて読み上げた時に、テテは来世は石になりたいと言っているユンギ大丈夫、僕がいつも君を身につけていろんな美しいところへ連れて行くよという温まる内容をプレゼントしました。とても素敵ですね。シュガは2012年の練習生時代にアルバイトをしている時に事故に遭い、上腕骨脱臼と診断されています。その後デビューし、さまざまな活動をしながらリハビリや治療を続けてきましたが、後遺症に悩まされ症状が思うように良くなりませんでした。そして2019年に左側後方関節損傷と診断され、2020年11月3日に手術を受けて、11月6日に事務所からシュガの一時活動休止が発表されました。そんなシュガが活動休止中に手際を感じたエピソードがあります。
BTS の公式 YouTube に投稿されているメロンミュージックアワード2020の舞台裏映像で、メンバーがオンのモニターチェックをしていました。するとペテがポツリと、シュガさんがいないから何か間違っている気がするとつぶやきます。その後他のメンバーも、やっぱり間違っている、シュガがいないこと自体が間違いなんだと口々にシュガへの思いをつぶやきました。また FNS 歌謡祭もシュガは不在でしたが、舞台のセットにシュガの描いた絵が飾ってあり、曲中テテがシュガの絵に寄り添う場面も。 FNS を視聴していたアーミーは手際を感じたのではないでしょうか。ハワイ旅行。2人が仲良くなったきっかけは、2017年にブライブのボンボヤージュシーズン2でハワイ旅行の時と言われています。このハワイロケではいくつかの企画があり、ロケ6日目には友情旅行をテーマに旅をすることになっており、チーム分けをしました。当初シュガと RM が同じチームでしたが、それまでの企画でもずっと一緒だったことから、新鮮さが足りないという意見が出て、今まで見たことがない組み合わせにしようという話になり、シュガとテテがチームを組むことになります。シュガは一番意見が合わないのがテヒョンで、お互いほったらかしと言い、 RM もこの2人には接点がないと話しました。シュガはテヒョンに合わせる、なぜならテヒョンは僕に合わせられないからと、ヒョンの器の大きさを見せてくれ、さらに意見が合わず喧嘩をしてしまいそうな時の解決策として手をつなぐというルールを決め、2人は旅に臨むことになります。2人がハワイを旅する様子は、メンバー全員で運営している Twitter のアカウント BTSTWT で公開されています。2人の友情旅行では海で写真を撮り、記念品としてブレスレットとネックレスを購入してインチョンまでつけていくことを約束します。ちなみに翌朝、シュガは早速つけ忘れていました。そして韓国料理が食べたいというテテの意見にシュガが合わせ、韓国料理を食べに行き、ビルの階段をじゃんけんしながら降りる遊びや、この遊びに負けたら相手をおんぶするというルールにもシュガは応えてくれ、約束通りテテに合わせて行動をしてくれています。シュガは友情記念で買ったネックレスは今でも家で保管していることを欄 BTS の EP124 で語っていました。二人にとって手つなぎとは、いつも意見が違うのがテヒョンだからと、ペアで街を回ることになって、もし喧嘩しそうになったら僕たち手をつなぐことにしますのこの場面やばい。手を握られて照れてるテテかわいいし、他メンバーもなんか照れちゃってるのもかわいい。愛すべき G と孫感が最高です。ハワイの友情旅行の前にシュガが意見が割れて喧嘩しそうになったら手をつなぐと言った後、シミュレーションでシュガはテテと手をつなぎました。しかも恋人つなぎです。その後旅行のお小遣いを決めるためにチームメイト同士で卓球のラリー10回をチャレンジしようとしましたが、早速テテとシュガの意見が分かれてしまい手をつなぎます。ハワイ旅行で何度も手をつないだことで2人の距離は急速に縮まり、その後何かとペアになる機会が増えた2人は、今でも何かあると自然に手をつないでいます。ラン BTS EP27 では2人で手をつなぎながらテレパシーゲームに挑戦し、見事3問連続で意見を一致させていました。ちなみに同じハワイの友情旅行でチームを組んでいた RM と J-HOPE も途中で距離を縮めるために手をつないでみましたが、なんかちょっと違うよねということで手をつなぐことをやめていました。テテとシュガにとっての手つなぎは、2人の距離を縮めて仲良く居続けるために最も適した手段だったのかもしれませんね。ハワイ以来テギは手をつなぐ癖がついてしまったの。最高なの。シュガの手紙にテテ号泣。2018年のフェスタで公開された動画では、
メンバーがお酒を飲みながら質問に回答し、談笑する様子が映し出されました。その中で、テテが、急に、ある日、誰かが、私に、非常に長いメッセージを送ってきてくれたと話し始め、その相手がシュガであることを公表すると、ジンは、自分には、一行の短いテキストしか送ってきたことがないと嘆き、メンバーは、シュガがテテに送ったメッセージの内容が、どんな内容だったのか興味津々になりました。テテは、具体的な内容は言わなかったものの、メッセージに愛しているという言葉が入っていたことを公表し、そのメッセージを受け取った後、10分ほど泣いたことも明かしました。その後、チョングクもシュガから愛しているというメッセージを受け取ったことがあることを明かし、ジミンが、自分もそのメッセージが欲しいと要求、とても盛り上がりました。シュガはクールなので、物事にも人にも無関心に見えますが、冷静に状況やメンバーのことを見ているので、少しの異変にも気づいたり、心に響く言葉をかけてあげることができる、とても頼れる優しいヒョンですね。まとめ。昔から、テテは、シュガのラップを尊敬していながらも、性格が正反対で、お互いの絡み方が交わらず、一時期までは少し距離があった2人ですが、ハワイの旅行をきっかけに何度も手をつなぎ距離を縮め、今ではテレパシーゲームで完璧に正解できるほど強い信頼関係ができています。テレパシーが通じるからでしょうか。テテが10分間も号泣してしまうほど胸に響くメッセージをシュガは送っていたこともありました。孫とジーと言われる2人のコンビですが、繊細な部分を持ち合わせている芸術肌のテテとシュガなので、正反対に見えて実はお互いの気持ちがよくわかる最強の関係なのかもしれませんね。続いての動画をご覧ください。2020年にリリースされたダイナマイトに続き、バターや新曲パーミッション2ダンスが米ビルボードのシングルチャートでそれぞれ1位を記録し、世界中で人気を博している BTS。 メンバーはリーダーの RM、 最年長のジン、作詞作曲を手掛けるシュガ、ダンスパフォーマンスを牽引する J-HOPE、 ミルク担当のジミン、ビジュアル担当のテテ、最年少でメインボーカル担当のジョングクで構成しており、2013年のデビュー当時は所属事務所のビッグヒットエンターテイメント現ハイブが小さな事務所だったこともあり、メンバー全員で小さなアパートでの共同生活をしていました。ジミンと J-HOPE はこの頃から宿舎生活中は常にルームメイトを続けていますが、こんなにも長い期間ルームメイトをし続けた理由はなぜなのか、まとめていきたいと思います。ポプミーとは、 BTS は家族のように仲が良く、クオズ、テテ&ジミンやクサズ、RM&J-HOPE とコンビごとの相性があります。そしてジミンと J-HOPE にも相性があり、ホプミンと呼ばれています。ちなみにホプミンは日本語の愛称となっており、英語ではジホペ、韓国語ではホプミンまたはミンホプという愛称が使われています。2人はダンスパフォーマンスで BTS を引っ張っているだけでなく、周りを盛り上げるところがとても似ており、ホプミンと聞けばとても明るい印象がありますよね。ジミンと J-HOPE だけは宿舎が変わってもルームメイト。 BTS の最初の宿舎はノンヒョン駅近くのアパート3階にある17坪の小さな部屋となっており、寝室が一つだったので全員がルームメイトでした。こちらはSBS で放送された新人王防弾少年団という番組での BTS の宿舎部屋紹介です。成長期の男の子7人が住むには見るからに狭い部屋で、ヒョウのぬいぐるみを抱えたジミンの後ろに2段ベッドが見えます。部屋割りなどはなく、全員同じ場所に2段ベッドがあり、寝ていたようです。 BTS の生活感が漂う部屋を見ると、頑張っての今があるんだと感慨深くなります。2015年に小さな宿舎からハプチョン駅から
直結のメセナポリスという多くの有名人が住んでいることでも知られている建物へ引っ越しをします。寝室の数が増えたため2から3名で一つの部屋を使えるようになりました。部屋割りはジンとシュガー、 RM とジョングク、 J-HOPE とジミンとテテでした。ジンとシュガーは永遠のルームメイトだと話すほど気が合い、一緒に何かをするというわけではないけれど、たまに一緒にテレビを見たりしながら過ごせていたようです。 RM とジョングクの部屋ではジョングクが大きないびきで有名な RM のいびきに悩まされていたり、 RM は洋服が大好きなので部屋には多くの洋服が散らかっていることがラジオで面白おかしく語っていました。3人で部屋を使っていた J-HOPE とジミンとテテの部屋にはたくさんゲームが置いてあり、常に賑やかで遊んでいたようで、この部屋にジョングクが入り浸っていることも多かったようですね。そしてその後宿舎の部屋割りが変更になり、ジンとシュガー、 RM とテテ、 J-HOPE とジミン、ジョングクと、ジョングクはじゃんけんで一人部屋を勝ち取りました。年功序列ではなく公平にじゃんけんで決めるところに、 BTS には先輩後輩は関係ない絆があるんだなと思いますね。その後人気が大きくなり世界進出も果たして成功をつかんだ BTS は、3つ目の宿舎を韓国で最も高級と言われているマンションハンナムザヒルに移しました。ちなみにハンナムザヒルの家賃は月120万円から150万円という驚愕のお値段で、外国大使館関係者、歌手、政財界の要人なども居住していると言われています。バンタンの新宿舎ハンナムザヒル集合住宅、歴代最高水準の高級アパートメント、月150万くらいだってさ。そりゃみんなが帰ってきてるのかわかんなくて家でも LINE しちゃうよな。この頃は一人一部屋を使えるくらい広い宿舎となっていましたが、ジミンと J-HOPE の2人だけは引き続き一緒の部屋を使い、ルームメイトを継続します。眠る前に2人でたわいもない話をするのが楽しいらしいです。ジミンと J-HOPE のそれぞれのベッドの真向かいにはお互いの写真、プレミアムフォトを飾っており、ベッドから目覚めた時にすぐに目に入るようになっているようです。ホプニンの部屋、ベッドの距離近すぎない？2020年にリリースされた Life Goes On の MV では宿舎が撮影現場として使われており、ジミンと J-HOPE の部屋が出ています。ここがお二人の部屋？ Life Goes On に出てくるこのお部屋、まさかのホビさんとジミンの部屋だったなんて。2018年頃からメンバーがマンションを購入しているという報道が流れています。2020年10月15日に BTS が所属するビッグヒットエンターテイメントが韓国取引所へ上場し、 BTS メンバー各自の保有株価値が8億円を超え、 BTS 株として話題になった後にもメンバーのマンション購入報道が流れています。報道が出始めた当初から共同生活を解消なのではと憶測が飛んでおり、現在は購入した居住地に移り住んでいるメンバーもいるという説が濃厚とされています。 BTS は不動産も購入したので、2019年末からそれぞれが一人暮らしを始めるため、ハンナムザヒルは解約するのではないかと言われていましたが、現在もハンナムザヒルの部屋を借り続けているようです。メンバーはそれぞれの家をすでに購入していますが、現在も作業をするために立ち寄ったり、ツアー後の打ち上げなどでハンナムザヒルにメンバーが集まることも多いようです。 BTS の宿舎であるハンナムザヒルのお部屋紹介映像のシャンデリアと売り2つなので、彼らは7人で打ち上げしたんだと思う。ジミンと J-HOPE の仲良しエピソード。 BTS の公式ツイッターはメンバーそれぞれが投稿することもありますが、ある日なかなか帰ってこない J-HOPE に向けてジミンが、 J-HOPE いつ帰ってくるんだ
と J-HOPE の写真を出しながら投稿したところ、公式ツイッターで今家にいると返信して、実家で飼っているシーズー犬のミッキーにこんにちはと挨拶させている動画を投稿してアーミーを和ませました。韓国のクイズショー番組ユクイズオンザブロックに出演した際に、練習生時代のビハインドストーリーを語ったジミンは、他のメンバーの中で一番遅く事務所に入ったため、他の練習生に追いつくために朝4時まで練習して6時半には起きるという生活をしていたといい、その時期はとても辛かったと話しています。そんな中、最初に出会ったビッグヒット関係者である J-HOPE のことはとても印象に残っており、初めて出会った際に J-HOPE から、僕たち2人ともダンスが好きだからたくさん交流しようねと伝えられたエピソードを話していました。ただその後6ヶ月間も J-HOPE からジミンに交流を図ることはなかったそうですが、今では笑いながらそのことについて話している姿から改めて仲の良さを感じます。ルームメイトをし続ける理由は、 J-HOPE はメンバーの中で同一の DNA を持っていると感じる人は、という質問にジミンを選んでいます。その理由は、よくマッチしているので部屋を共有することができます。私たちはどちらも問題を抱えるタイプなので、これらの考えを互いに共有し解決策を見つけたいと思っていると答えています。以前 J-HOPE はジミンから、ヒョン、僕はヒョンとルームメイトですごく良かったと思う、自分一人だけだったらすごく寂しかったと思うと言われており、そんなことを聞いたからジミンとはずっとルームメイトでいてあげないとと思うんですと、2019年に公開されたドキュメンタリー映画ブリング・ザ・ソウル・ヒー・ムービーで発言しています。ジミンの寂しがり屋な性格と J-HOPE の優しい性格、そしてお互いをリスペクトできる関係だからこそ、こんなにも長い期間ルームメイトを続けられるのだと思います。まとめ、今回は J-HOPE とジミンが一人部屋が持てるようになってもルームメイトであり続けている理由についてまとめてみました。確実に宿舎で共同生活を送っていた2019年の時点で J-HOPE とジミンのルームメイト歴は7年目になります。いつまで宿舎生活をしていたのかが曖昧ではあるものの、ここまでの長い宿舎生活を送りルームメイトを続けている韓国アイドルはほとんどいないのでは。お互い似たような性格で気が合うことに加え、寂しがり屋のジミンの気持ちを汲み取って J-HOPE は優しく広い心の持ち主なので、ルームメイトをずっと継続させたのでしょう。ハンナムザヒルの現在はいつでもメンバーが集まれるスペースとして残しており、使っているようです。それぞれのメンバーが家を購入していながらも、7人が集まる場所として、や作業をする場所として宿舎を残してあることが素敵ですし、アーミーとしても嬉しいですね。続いての動画をご覧ください。歌もダンスも何でも完璧にこなすことから黄金マンネと呼ばれている BTS の末っ子ジョングク。そんなジョングクは現在の事務所に所属する前に、なんと7社もの事務所からスカウトを受けていたそう。どんな事務所からスカウトされていたのか気になりますね。今回はその7社について、ジョングクが現事務所を選んだ理由でもある RM とジョングクの関係とともにご紹介します。ナムグクはどんなコンビ？ナムグクとは BTS の RM とジョングクの2人を表すコンビ名。 BTS はメンバーそれぞれがとても個性的で魅力たっぷりですが、お互いの関係性が垣間見られるコンビの人気も高いですよね。 RM とジョングクはアーミーからは親子のような関係と言われることが多いようです。ジョングクのパフォーマンスを優しく見守る RM は本当に父親のような雰囲気ですね。メンバーが宿舎で一緒に暮らしていた頃にはルームメイトだったこともありました。RM がきっかけで
現在の事務所ハイブの練習生になることを決めたジョングクは、今も昔も RM のことが大好き。ことあるごとに RM への愛をストレートに表現しています。2018年の RM の誕生日にはジョングクから RM にキスのプレゼントを送ったことも。困惑した表情の RM と満足げなジョングクが可愛いですね。その様子を見て爆笑するメンバーがとても楽しそうです。そんな微笑ましい関係を築いているナムグクですが、二人の間にはただ仲良しというだけではない、とても強い信頼関係があります。 RM はジョングクが BTS のメンバーに入ってきてくれたことを、人生で使える3つのラッキーのうちの1つと話したこともありました。ジョングクという存在がグループと RM にとってどれほど重要かが伝わる言葉ですね。7つもの事務所からスカウトを受けていた才能あふれるジョングクがなぜハイブを選んだのか、その理由を知れば2人の信頼関係がよくわかります。ジョングクがスカウトを受けた事務所はどこ？ジョングクは14歳の時に歌手になることを夢見て、Mnet のオーディション番組スーパースター K に参加。しかし地域予選で脱落し、テレビ放送のある本戦に参加することはできませんでした。しかしその予選を見てジョングクの才能を感じた芸能事務所はジョングクに名刺を渡します。大手事務所を含め、なんと7社もの事務所がジョングクをスカウトしたそうです。ジョングクをスカウトした7社と主な所属アーティストはこちら。 JYP エンターテイメント、 TWICE、 ストレイキッズ、リッチ、ニジューなど。キューブエンターテイメント、レイン、G アイドルなど。 FNC エンターテイメント、 B1 ハーモニー、 CN ブルーなど。 TS エンターテイメント、廃業、スターシップエンターテインメント、モンスター X、ハイブなど。グリムエンターテインメント、インフィニットなど。ビッグヒットエンターテインメント、 BTS、 セブンティーン、トゥモローバイトギャザーなど。 JY パーク率いる JYP エンターテインメントなど大手事務所のほか、給料未払いで訴訟騒ぎになり現在は廃業している事務所も。本当にたくさんの事務所からスカウトを受けたんですね。さすが黄金マンネ、ジョングクです。この7つの事務所の中で当時一番規模が小さかったのがビッグヒットエンターテインメント、現ハイブ。歌手を目指すならなるべく大手の事務所に所属した方がデビューに向けて手厚いサポートを受けられるのではと思いますが、ジョングクはあえてビッグヒットの練習生になることを選びました。その理由が RM です。スカウトを受けた事務所の見学に行ったジョングクはビッグヒットで偶然 RM がラップをする映像を見て衝撃を受けたそう。白黒のシンプルな映像だったそうですが、ジョングクはその RM の姿に惚れ込み、ビッグヒットの練習生になることを決めます。自分の芸能人生がかかっていると言っても過言ではない事務所選びを RM のパフォーマンス一つで決めてしまうとは、それほど RM のラップが衝撃的だったんでしょうね。まだデビュー前にもかかわらず、一人の少年の選択に大きな影響を与えるほど人の感情を揺さぶるラップスキルをすでに持っていた RM の才能にも驚きですね。そんな RM のラップをきっかけにジョングクは7社もの事務所の中からビッグヒットを選び、 BTS としてデビューすることになりました。 RM はジョングクのロールモデル。歌もダンスも万能で端正なルックスのジョングクは多くのアイドルのロールモデルとなっています。憧れの人としてジョングクの名前を挙げるアイドルはとても多いですね。そんなパーフェクトアイドルジョングクがロールモデルとしているのが RM です。インタビューなどですごいと思う人、かっこいいと思う人を聞かれた際には必ずと言っていいほど RM の名前を挙げています。 RM の誕生日に僕の最初で最後のロールモデルと投稿をしたこともありました。
RM のリーダーとしての振る舞いや堪能な英語で海外での活動をリードしてくれること、そしてもちろんそのラップの才能にチョングクは大きなリスペクトを抱いているようです。他のメンバーからも学ぶことは多いけれど、特に RM から多くのことを学んでいるというジョングク。 RM の脳と自分の脳を交換してみたいと発言したこともありました。またチョングクは RM について僕の幸せの始まりと表現したことも。釜山で行われたファンミーティングのコメントで、練習生になる前、釜山に住んでいた頃を振り返った時のことです。当時は夢も明確ではなかったけど、僕の幸せはレプモンヒョン RM から始まったと語り始め、チョングクはビッグヒットの事務所で初めて RM がラップする映像を見た時のことを回顧。それを見ていなかったら僕はここにいなかったかもと話し、そのおかげでメンバーやアーミーに出会えて今ここにいることを感謝しました。それに対して RM はチョングクがいなかったら BTS は存在しなかったよと話しました。お互いの存在を認め合う2人の関係がとても素敵ですね。 RM もチョングクの才能を絶賛。チョングクから絶大な信頼とリスペクトを得ている RM ですが、そんな RM もチョングクの才能を絶賛しています。チョングクが BTS に加わったことを人生で使える3つのラッキーのうちの1つと表現した言葉からも、 RM がいかにチョングクの才能に惚れ込んでいるかがわかりますね。海外でのあるインタビューで、 BTS の中でどのメンバーになりたいと聞かれた際に、 RM は何でもうまくできるチョングクと答えました。ちなみに他のメンバーは全員 RM を指名していました。 RM は特にチョングクのボーカリストとしての才能をリスペクトしているようです。 RM がチョングクのソロ曲 My Time についてコメントした際には、ガイドを聞いた時は曲の難易度が高くて驚いたけど、チョングクだから心配なかったと話しました。また RM がチョングクに曲のカバーをお願いしたこともありました。チョングクは RM がカバーをお願いした翌日には音源を送ってくれたそうです。チョングクが Twitter にカバーのティザーをアップすると、 RM がその投稿にすぐさまコメント、チョングクじゃなくてチョングク天国だと絶賛しました。ラッパーとボーカリストとしてお互いの才能をリスペクトし影響を与え合っている2人の関係がとてもかっこいいですね。ただの仲良しコンビではないナムグクの尊い関係性を知ることができました。まとめ、いかがでしたか。今回はチョングクがデビュー前にスカウトを受けた事務所とハイブを選んだきっかけである RM との関係についてまとめてみました。チョングクにとって RM がどれほど偉大な存在かよくわかりましたね。 RM もそんなジョングクのことをとても信頼して大切に思っているのが素敵です。いかがでしたでしょうか。今回は BTS のコンビを4組ご紹介しました。全員が違うタイプのメンバーなのに本当に良いコンビですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。